どうも、ともハッピーです。はい、こんにちは、安岡翔太です。はい、ということでね、今日も安岡と動画撮ってるんですけど、今日の企画、MTG トッププロとパック開封、まあ、もうね、この基本セット21をね、開封していこうと、一緒にやっていこうという回です。トッププロがさ、開封動画やってるのって見たことないなと思って。まあそもそもパックを開けないですかね、うん、我々開けないよね。開けないです。ここ数年は全部コンプセットでもらっているんで、ドラフトぐらいだよね。ちょっとあれですね、 MTG アリーナーというか開けますね。開けるね、どんどんもらえるからね、プレイしてるとね。気軽にもらえるんだ。しかもなんかコードとかでさ、3パックとかさもらえたり、プレイしてると勝ってなくてもらえたりするから、うん、そっか、生配信中にだからそういうのはある。デジタルのパックを開けるみたいな、まあ、全然あるけど、あんま盛り上がらないですよね、うん、デジタル。そうだよね。しかも10パックまでまとめて開けるとかになるんで。そうだよね。一気にレアカードがブワーって出て、まあ、ワイルドカードの神話レア出たら嬉しいなみたいな感じで、一番いいのがそもそもちゃんとしたカードじゃないっていうね、ワイルドカードの赤が一番いいっていう、はい、まあそんな感じで、珍しいね、トッププロの開封を今日はお楽しみください。それでは行ってみましょう。レッツ開封。はい、じゃあ今日はね、ヤスと一緒に10パック剥いていきます。結構ね、再録でさ、あの頃語りとかみたいになっちゃうかもね、もしかしたらね。いや、そうなった方がいいよね、多分ね。この基本セットはさ、結構懐かしのカードも、あと新しいね、刺激的な強いカードも両方抱き合わせになってる商品なんで、じゃあヤスからいっちゃおう。はい、結構トッププロの感想が気になるんだよね。これガチで強い弱いだけなのか。大丈夫、上から言ってよ。ってことで、ジョロレール、ジョロレール、はい、はい、こいつ、これはかなり強い。まあ、強いよね、これね。2マナ1、2でたった2マナで出せて、毎ターン2枚目のカードを引くたびに2、2トークンを増やせるっていう、なんかすごくない？カード引いたら、そう、普通さ、マイカード枚数は得てもテンポは得ないのに、このジョロレールがいたらテンポも得ていくっていう、カードアドバンテージもさらに得ていくっていう。しかも最近は結構ね、青とか緑でカード引くカードすごい多いから、うん、もう2ターン目出したら結構毎ターンで2トークン出るし、まあ、デッキによっては相手のターンでも出せるから、選択とかは2枚打たれたのかな。だから通常のドローでもできるから、メインで自分のターンだっては選択だったらカード、そうだね、相手のターンだったら薬術師のガンシリとか2枚引くカードを使わないとダメだけど、それでもやばいよね、うん、やばい。青緑でやっぱデッキ組みたいなってパッと見、うん、思うよね。そう、しかもね、この下の効果がね結構強くて、うん、やっぱり2-2だけだとやっぱ勝てないこと多いんだけど、うん、結構ね、こいつ自己完結してて、まあ、下の効果で、まあ、手札5、6枚になったら全員でかくなるから、フィニッシャーまで務めてくれるっていう。結構やばいね。やばい、まあ、結構一押しのカードもね、いきなりいいもんじゃん。青緑以外だとあんまり使えないかな。まあちょっときついかもね、まあ、緑赤とかでもいけなくはないけど、まあ、青緑で使うのは一番強そうだよね、うん、過ぎてみようか、はい、さあ何が出る？騎士トークン、青白土地、ホイール、レア、お、ノーマルレア、あー、疾病の神殿、黒緑のタップインで戦術土地、うん、もうシンプルにいいカードだけど、まあ再録、そう、ね、再録でちょっと安くなってがちかなっていうカードですね。最近のカードだしね。まあでも4枚持ってたいカード、まあそう、確かに絶対使うからね。これ珍しい、珍しいトークンじゃない、結構。典型の神殿。来た、神殿ラッシュ。神殿ラッシュ来たね。はい、ということで、まあ、同じくね、青から、はい。いいカード。いいカード。特に言うことはない。はい、さあ、デーモントークン。これ、ヤスの好きな種族じゃん、デーモン。好きだったから、あんま記憶ないな。何が好きなの、種族で言うと、一番。ドラゴンとか好きだよ。あ、本当、うん、使ったことある。いやいや、使ってる。使って優勝したじゃん、このスター。ドラゴンコントロールで優勝、あ、優勝じゃん、トップ4。あれ、準優勝やで。準優勝、うん、あれ強かったよね、普通に。強かった。さあ、森。神話レア？あ、違う、レアだ。ある。残念。おー、ルーンの降臨、これ。前3000円したよ、モダンで。本当？うん。そんなしたんだよ。白のエンチャントで、場に出るに際しカード名を一つ選ぶ。大体このカード結構強いんだけどな、この出るに際しカード名を選ぶっていうのは、うん、このカードはプロテクション選ばれたカード名を持つ。これモダンで使われた実績があるぐらいだから、基本は強いのかな、やっぱりこのカードって。まあぼちぼちじゃない、まあ、勝つ一気には勝つカードだから。決定打を特定のカードにこう依存してる、うん、特定のダメージに依存したコンボとか、まあ、特定の敵はもう張ったら勝つみたいなね、うん、
スタンダードでも、まあ、メタゲーム自体では使うかもね。まあまあ、そうだね。うん、じゃあ、次いきますか。はい、お願いします。またゴブリン来た。来た。お、これリリアナじゃない？熱い。お、リリアナ。やったリリアナ。リリアナ来た。ヤスオの好きなブレンズオーカーじゃん。リリアナは結構好きだね。ね、好きだよね。ジェイスとリリアナどっちが好き？いや、ジェイスかな。ジェイス弾けるもんね。弾けるからね。うん、リリアナもね、もう何枚目か分かんないけど、すごいなってるよね。こいつ何すんだっけ？これプラスで、なんかお互いディスカード、うんうん、で、マイナスで除去。あ、ディスカードできないと3点入るんだっけ？そうそうそう。マイナスで除去、うん、確定じゃない除去か。確定、まあ、墓地いっぱいあれば確定の。そう、うん、で、奥義でが、なんかリアニかな？毎ターン速攻付きで回収、回収、墓地から出てくる。奥義するとすごい強い。結構プライチ能力強いよな、これ。まあまあぐらいじゃない？まあまあぐらい、うん。回復もついてたらね、ドレインだったらいいのね。ドレインはすごい強かったけどね、うん、3マナのリリアナのディスカード能力を強くした感じの。そうそうそう、まあね、最悪除去もできるから、まあ、悪くないかなって。どうこれは、このカードは感想としてはどう？感想？まあぼちぼちかな、真面目な話すると。イラストにもなんかぼちみたいなの書いてあるしね。ぼち書いてある、真面目な話。はい、はい、ありがとう。何が出るか、まあ、テフェリー引きたいな、今日も。リリアナ出ちゃったからね。そっか、神話では出ちゃったか。はい、騎士。おっ、ポッと出ちゃった。チャンドラの焼却者、6マナ66だけど1マナ66で出せるかも。そう、ラバックス打った後なら、うん、相手に5点、相手にね、クリーチャーダメージ以外で入れたダメージ分マナ軽くなるんだよね。そう、いい方法ないの？シャープナルブラスト2マナで打ったら1マナ出せるか。1マナ出せるとか、昔ちょっと古くなると待機スペルとか、うん、あー、そっかそっか、裂け目の稲妻やって、そうそうそう、次のターン3点待機から開けて当たって3枚出すと、出す。で、もう一回なんか軽く打てば1枚になるとか。トランプルもついてて、あ、そうだね、その上からショック打ったりして、うん、で、軽く本体打つとクリーチャーに飛ぶ。あ、そうだそうだそうだ。こいつなんか基本弱い。でもさすがに166って考えると、166達成したらやばいよね。やばい、なんか死の影みたいなポテンシャルがありうるんだよな、うん。結構すごくない？裂け目の稲妻待機して、うん、本当に稲妻プレイヤー打って、うん、これ出すの2ターン目66が、うん、そうそう、難しいけどね、うん、普通はだから3ターン目になっちゃうね、そのターン打つなら。まあ大体3だね、2で出すにはまあそんぐらいのしかないから、うん、まず、あ、3ターン目強いからね、66トランプ出たら強いね。稲妻とガットショットじゃダメだよね。だからちょっとダメだ、だから3ターン目、2ターン目までにあまり出ないクリーチャーってことは、うん、モダンとかじゃきついか。パイオニア以上ならワンチャン。そうだね、パイオニア以上っていうか、スターンパイオニアならワンチャン。意味があるカードだよね。あ、で、なんか同じようなトークンばっかりやった黒いやつ。あ、黒いやつね。じゃあ、入れるかな。おっ、あり。こいつ結構いいよね。あ、なんか昔いたヘビ強い、近いけど強い感じするわ。強そうだよね、うん。あ、100と、おー、マスティコア、思い出のカードじゃん。思い出、思い出のカードもどきじゃん。ホッピーは結構使ってたんじゃない？いや、使ってた、マスティコア。親指置いてた。置いてた。有名な話。親指捨てるコストを忘れないように。こいつも同じさ、はい、あ、こいつは唱える時か、ハッピーキープじゃなくて、唱える時に1回捨てれば OK。そう、やっぱり忘れちゃうからね、みんな、ね、うん、そう。忘れないように、最初になった。3マナ、3、4、3、4。プロテクションフレンズウォーカー、テフェリーで返されないよ。いや、もう、もう明らかにそれ用だよ、もう。返されたら大変だもんね、これ。でも、リリアナで受けられないし。うん。で、1マナで、1点、うん。フレンズウォーカーに。フレンズウォーカーに。うん、で、3マナで破壊の、ちょっと昔より強くなってかもしれない。昔再生だったから。どうなのこれ、こう、まあ、悪くないかなと思うけど。クリーチャーは除けないんだね。クリーチャーは除けない。結構さ、3マナで44出してくるじゃん、現代は。現代出してくる。どうなんだろう、まあ、そこはちょっと破壊不能で頑張ってもらうしかないかな。出るけど、まあ、だからまあサイドボードとか全然ありだよ。フレンズウォーカーがちょっと除去起こして機能するデッキに対しては強いから。そうだね、コントロール相手にはいいのかな。でもとか、あとディスカードをなんかメリットとして使えるデッキ、なんかメインはきついか、結構ちょっと。そうだね、きつい。メインはきついかも、うん、サイドはもしかしたら何ちょくちょく見るかもしれない。あとはプレインズウォーカーの流行り方次第だね。スーパーフレンズ相手にはさすがに強い、ね、強い、うん。じゃあ次いきますか。受距離散らかしたい、はい、プレインズウォーカーを出したターンにプレインズウォーカー1体倒せればね、確かに損してないから、もう損してて中盤戦以降出すといいかも。さあ、はい、これが今8パック目か。なんだ、おワンちゃん、ワンちゃんじゃん、こいつ、はい、こいつ強くない？ただ、周りの犬が弱いんだけど。こいつは、周りの犬がすげえ強かったら強いと思う。2マナ2-2でさ、うん、他の自分の犬プライチと、こいつが攻撃するたびに、こいつ含む、このターン自分がコントロールしてる犬が受ける戦闘の上昇を軽減すると。
書いてあるのすごいけどね。こいつ強化して殴るんでもいいじゃん、適当に。さすがにそれ弱そうだね。こう犬じゃなかったら本当に強いから、だから強い犬がね、結構いるならやりそうだけど。こいつ強いからさ、筋肉スリバーみたいにさ、こいつ同士だけ強化する、ニーニーみたいな。はいはい、犬だけ入れとくみたいな。殴っていけるし、どうなんだろうね、ちょっと弱いかな。ちょっと弱そうだね。リミテッドで犬デッキは強そうだなって感じだよね。確かに、これ引いたらもう犬行きたいの。ちょスタンダードでは周りの犬がなんかまだまだ足りない気がする。いるの結構今回犬、あんまりカード見てないんだけど。あ、でも昔、今までその猟犬ってやつが全部犬になるみたいで、うんうん、そもそも犬いなかったんだよね。野生の雑種犬とか確かにそういうの犬になる。そう、ハウンドが確か犬になるっていう話もあるから、それ次第。なんかえ、赤のヘルハウンドとかも、あいつもそうじゃない。お、異形化。あー、あれか、変身みたいな感じで、ね、変身カード、うん、めくってく。なんか赤のこの手のカードって結構増えてきたよね、多分。まあ、この前のルーカのマイナスと一緒で多分やってることは。確かに、うん、ルーカがさ、1マナ軽くなってさ、だいぶ弱くなっちゃったね。まあ、そうだね、そうかな、確かに。もう1マナ払ってルーカ出したいとも言えるし、ルーカと4枚4枚で合計8枚入れれることでスーパーコンボ組めるかもしれないし。ただあれ、ルーカって人間じゃなくてもいいもんね、あれはね。何でも何でもいいもんね、うん、どう。いや、でも結構好きだけどね。昔変身っていうね、青いほとんど同じカードがあったけど、基本的にはトークン出してデッキに1種類しかクリーチャーいらなかったら、それ安定してすごいのめくれるよっていう。さ、最近スタンダードそんなにいいんだよね、出して嬉しいの。運命の工作員禁止になったもんね。そう、エムラクールとかさ、裏も奥みたいにいるとはちょっと出したくなるけど、最近そういうの少ないから。なんかいないね、減ってるね。なんか悪さが減ってるんだよな、マジックの。いや、そうだね、なんかちょっと健全だよね、最近健全だね、うん、なんかもっと悪さも増えて、うん、今後そのバランスとして、うん、地方囲いが再録されたりさ、うん、に対抗呪文が再録されたりとかもあるかもしれないね、もしかしたら。そうそうそう、だからカンスペ返ってくるかもよ。いや、それ常に持ってんだけどね、刺激要素で。来ないんだよね。いや、そうか、翔太といえば、まあ、MTG トッププロなわけだけど、現状。あと POY2006 とかいろいろ肩書きあるんだけど、対抗呪文の化身っていうのもあるよね。うん、まあ、あるような、ないような。あるよね。誰が言ったか。あれ、オフィシャルっていうか、公式のさ、はい、記事に載るときにさ、もうそれで書いてあったんだよ。いや、身内。いや、誰言ったか分かんないけど。有名ライターの方が身内だったからね、なんとも言えない。身内ネタかもしれない。対抗呪文好きだよね。対抗呪文は好きだよ、ね、俺も好きなんだよな。モデルメルカディアマスクスが好きなんだけど、はいはいはい、何が好き。これアリーナのやつかな。あれもいいね、アジアルね。さあ、レアカード、これ10枚目、10枚目、10パック目、何出るかな。フィナーレ、レア、神話、神話じゃない、あ、マジベ、マジベの身代わり。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ分かんない、値段とか分かんないけど、絶対安いと思って。昔めっちゃ使われたカードで、4マナ22で出た時に山札から基本とちょい1枚タップ状態で場に出して、で、死亡した時ワンドローっていうマックス1対3交換が取れる、何色でも入っちゃうっていう結構強力なカードで、イラストは元のやつの方が良かったかな、俺は。あ、ソーレのやつ、あのカイブッティの、あ、ソーレやる。なんか昔、マジックインビテーションあるっていうごく少数だけ出れる招待大会があって、その優勝者が、カードをデザインしてカードイラストにもなれるっていうのがあって、この真面目な身代わりはもともとそのカードだったんだけど、僕が思ってたのと違うプレイ。今日もマジックの知識増えちゃった。いや、すごいね、マジックの歴史知ってるね。マジックは結構詳しいよ、いろんな意味で。ね、カード以外でもそこそこ詳しいはず。プロ選手とかね、歴代のね、やっぱプロやってたからね。あの、そっちの方は多分、トンハッピーの方が詳しいと思う。人の名前覚えるのすげえ苦手で、うん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 、やっぱ出てこないってこと多いよね。そんな感じでね、パック開封も、特にね、今回の再録カードも多い基本セット2021なんかは、ヤソと抜いてて俺新鮮だった。皆さんもね、いろんな人とこうパック開封してみたら、結構ね、新鮮さとか、新たな楽しさだったり、知識だったり、あるかもってね、感じました。いや、ハッピーでした。はい、はい、というわけで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして、ヤソのこともっと知りたいという方は、ぜひ概要欄から Twitter や Twitch などのチェックもお願いします。お願いします。今日はトモハッピーと安岡翔太でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。